12月5日。はーい。わ、あまね、出てくれる？私手が離せないから。うん、しょうがないな。ありがとう。今日は久しぶりに自家製天ぷら。天ぷらすごいね。でも掃除大変そうだな。香ばしい匂いが台所中に漂ってる。エビに玉ねぎ、さつまいもやかぼちゃ、ししとうなどなどはいいね。玉ねぎはいいけど、揚げ終わるまでが大変だけど、やっぱり美味しいしね。そんなことを考えながら昨日までのことを思い出す。この間母さんのことがちょこっとだけ分かった。母さんはまだ見つかってないけど、本庄さんは責任を持って探してくれるって言ってた。みんなも私たち兄弟に気を使ってくれてる。そんなみんなの優しい気持ち、ものすごく伝わってくる。それに久世くん褒めてくれた。何度も私が久世くんのおかげだよって言ったのに。違うだろ、お前が努力したからだ。久世くん、白い部屋がより白くなった。こんな風に言って私が努力したこと認めてくれた。あの自分にも他人にも厳しい久世くんが、それがすごく嬉しくて、私まだまだ頑張らなくちゃって思ったんだよね。わ、もうこんな時間？鳩時計どこにあるの？急がなくちゃ。あ、天音戻ってきたみたい。誰だったのかな？新聞の勧誘か何かかな、こんな時間に。いや違うでしょう。ちょっと天音、戻ってきたんだったらお料理できてる分テーブルに運んじゃってね。はいはい。何その言い方、嫌ならいいよ、私がやるから。よし、これで完成。あとは美味しく食べるだけ。あれ、あまね何やってるんだろう。食器棚を開けて食器新しく出してる。お客さん？そんな必要ないよね。テーブルにはちゃんと私とあまねの食器はあるし。首をかしげてるとあまねが困ったような顔をして私の方を振り返った。お姉ちゃん、お客さん用の茶碗どこだっけ？え？ああ、多分そこ。もしかしてこの感じからすると、久世くん来たのかな？お客さん用の？何に使うの？あまりのお茶碗は壊れてもないし。ああ、久世先輩いるから。すっごい嫌そう。は？料理に集中してて、全然気づかなかった。あそこでくつろいでるのは久世くんじゃない。でもなんで、いつの間に、なんでこれだ、返すのを忘れていた。お前が困るだろうと思ってな、わざわざ届けに来てやったんだ。それはありがとう。久世くんが差し出したのは薄い黄色のノート。あ、私の英語のノートだ。そういえば今日の昼に久世くんに貸してたんだった。すっかり忘れてた。なんで貸してたの？あ、僕のだ。あ、ちょっと部屋に行くから二人は先に食べてていいよ。待ってるよ。ただし久世先輩、姉さんに何かしたら許しませんから。わかった今の。何もしねえよ。あまね言っちゃった。まだお見舞いの時のこと忘れてないんだね。でもそれならどうしてあまねったら夕食に誘ったのかしら。確かに。あ、そっか。何？あまねなりにお見舞いの時のこと悪いことしちゃったって思ってるからかも。お詫びなのかな。って今気づいたんだけど、もしかして久世くんと二人きりで夕食？いいじゃん。あまねくん1時間くらい帰ってこなくていいよ。そういえば前にテストを80点以上取ったら一緒にご飯とかって約束してたっけ。違うよ、お弁当だよ。でもそんなの考えてなかったから天ぷらにしちゃったよ。じゃあ天ぷら弁当をテイクアウトさせる？大丈夫だよね。
私のお料理そんなに嫌いじゃないって言ってたし。あー、でも急だったから緊張しちゃう。家で一緒に食べるのってなんだか変な感じがするよ。久世くん、多めに作ってたし遠慮せずに食べてってね。いつの間にかテーブルについてる久世くんにお茶碗を差し出すと、久世くんはなんとなく仏頂面でお茶碗を受け取った。これでもお前の料理は気に入ってやってるんだぞ、嬉しく思うよな。はいはい、ありがとう。褒めてもらってるんだろうけど、いちいち久世くんたら曲がりくねった言い方をするのよね。わかりにくい。気に入ってるなら素直に褒めてくれればいいのに。でもこういうところも久世くんらしいよね。そういえばこの間一緒に行った遊園地だって、初めは行きたくないような、ただ泉さんについてきたついてきたみたいな感じだったけど、でも途中で帰るって絶対に言わなかったし。それって楽しかったってことよね。私もすごく楽しかった。あんな風に遊んだの久しぶりだもの。それに帰り際の久世くんの態度、あれからちょっと気になってるんだよね。ちょっと様子が変だった。あの時久世くんの顔を見ているうちに、久世くんのこともう少し知りたくなったんだけど。何？ちらっと久世くんを見る。久世くんは美味しそうにご飯を食べてくれてる。その顔を見ていたら、なんとなく今は聞かなくてもいいかって思った。また今度にしよう。せっかくのご飯タイムだもん。美味しい時間にいろいろ聞くのってあんまり良くないよね。そうそう。まあいいや、私も食べよっと。ん？この煮物はうまいな。味付けの加減がいいな。濃すぎずに野菜の旨味が出てる。本当？なんだか評論家みたいよ、その褒め方。うるさい。俺はこういう煮物が好きなんだ。そうなの？煮物好きなんだ。ふん、特にそんな顔しやがって。お前のくせに生意気だぞ。そっちのもよこせ、俺が味を見てやる。なんなのこのスネ夫とジャイアンが一緒になったみたいな言い方は。はいはい、どうぞ。ゼ君は笑顔のまま、タケノコや人参を指で口に運びするけている。ちょっと指で。お箸を使うのが面倒になっちゃったのかな。え、なんだか無邪気で可愛いな。手づかみなんて行儀悪いな。確かにすごくお腹減ってたのかしら。どうだろうね。まあ一番上かな。なんだか無邪気で可愛いな。けどちょっとお行儀が悪いところも年相応の男の子って感じがするかも。そうかな。何より本当に美味しそうに食べてくれるから見ていて気持ちがいいな。よく食べるね。そんなにお腹空いてた？正直久世くんがこういう料理を食べるのって意外だな。俺、煮物や和え物とか好きだからな。はぁ、こんにゃくも手編みにするなんて偉いじゃねえか。褒めてやる。ありがとう。ありがとう。言い方はちょっとあれだけど、お世辞じゃなくて本当に好物みたい。細かいところも気がついてくれて、私も悪い気はしない。ああ、そっか。小さい時はおじいさんたちのところにいたんだっけ。だから？ああ、毎日ばあさんの手作り料理だったからな。和食の方が慣れてて好きだ。体にもいいし。そうだね。って、あれ？前に雑誌で久世くんのプロフィール見たときに洋食派ってあった気がしたけど、勘違いかな。あ、そんなのあったんだ。あれはイメージ的なプロフィールだから適当に書いた。王子様っぽくな。好物なんかエビのベアルネーゼソースだぜ。何それ、エビのベアルネーゼソース？それ本当に食べたことあるやつ？エビのベアルネーゼソース、想像つかないんだけど、
高級そうなイメージは伝わってくるわね。それどんな料理なの？おいしいの？知らねえ。そばにあった雑誌を開いたら載ってたから書いてみた。やっぱり結構適当なんだね。占いに関係してないような部分だし、俺の思考なんかどうでもいいだろ。いや、よくないとは思うけど。でもファンの子はそういう部分も知りたがるんじゃないかな。ほら、好きな人の好みとかって知りたくなるでしょ。好きな人ってこれ言うな。何？急にどうしたの？久世君ってば真っ赤になってしまった。結構純粋なのかな。笑っちゃ悪いと思いつつも、私はついクスクスと笑いを漏らしてしまった。お前、俺を愚弄する気か？そんなことしないよ。愚弄？そんなのしてないよ。それより口のとこついてるよ。久世君は赤い顔のまま慌てて唇の左端を触ったけど反対。お、これはもしかして。違うよ、こっちって言って拭いてあげるやつかな。違うよ、ここ。お、必死になってあちこち触ってるけど漢字の部分に触れられずにいる。しょうがないなあ。もうここだってば。あ、このタイミングであまりくん戻ってきたりして、見ていてじれたくて私は体を乗り出して彼の唇の端からご飯粒を取ってあげちゃった。それ食べる？そのままつい自分の口へ運んでしまってからふと気づく。やっちゃったね。今の行動ってちょっと恥ずかしかったかな。私だってそんなことやったことないよ。見れば久世君は真っ赤になったまま硬直している。そりゃそうだ。あ、ごめんね。自覚したら私まで恥ずかしくなってきちゃった。やだなあ。もう久世君相手に何をしてるのよ私ったら。言えばわかるだろう。そうだよね、ごめん。ついこれ天音くんにもやったことあるのかな。お前はそういうところがガサツなんだ。ひどい。ガサツってそれはちょっとひどいよ。お前まさか他の男にもこういうことしてるんじゃないだろうな。するわけないじゃん、初めてだよ。は？何言ってるの？何でもない、忘れろ。いいや、忘れない。久世君、罰が悪そうにうつむいてしまった。久世君、黙り込んじゃってどうしたの？大丈夫？別に、お前の顔を見飽きただけだ。あー、なんか二人の関係が悪くなっちゃった気がする。もうそういうこと言うなら何？言うならなんだ。筑前に作りすぎちゃったから少し持たせてあげようかなって思ってたけど、どうしよっかなあ。そういう感じで来るの？俺が悪かった。単純。ペッ。笑うな。ちゃんと謝ったんだから鍋ごとよこせよ。嫌だよ、タッパーにしてよ。それは別にいいけど、いいの？タッパーに移してあげる。でもそんなに気に入った？庶民的な家庭の味って感じ。それって褒めてる？どうせ庶民ですよだ。最後まで聞け。好きだって言いたかったんだ。じゃあ最初からそう言ってよ。どうした？なんかそこだけ言われると何？久世君が私のことみたいじゃない。あ、私のこと好きってって渡したら何意識してるの？違うぞ。俺は味が好きだって言ったわけで、お前のこととかじゃなくて。変な想像すんなよ。わかってるよ。わかってるわよ。あ、そうだ、この後デザートがあるんだけど。デザートも手作り？そういった途端、
久世くんがちょっと顔をしかめた。ああ、甘いもの苦手だもんね。あ、気づいた？久世くん、甘いもの苦手だったっけ？ちらっと久世くんの顔を見ると、久世くんは、にがりきった顔をしてる。甘いものはあまり好きではないな。うん、知ってる。余ったかぼちゃでプリン作ったんだけど、うっかり苦手だってことを忘れちゃってた。ごめんね。そう言うと久世くんは困った顔をしながら私を見て、それからちょっと照れたようにつぶやいた。お前がどうしても食えと言うなら食ってやってもいいぞ。かぼちゃのプリン程度なら食えるからな。そう？それじゃあ少しだけどうぞ。小さく切ってあげるね。プリンをリング型の容器に流し込んで作ったかぼちゃプリンを小さめに切って出してあげると、久世くんは感心したような顔になった。しかし、こんなものまで作れるのか。お前を少しだけ尊敬してやる。やだな、もう。やあね、別に普通だよ。甘いものはほとんど苦手なの？特にクッキーがダメだ。これはうまいな。クッキー苦手なんだ。クッキー？どうして？あんなに美味しいのに。昔、缶入りのを食べてたら最後の一枚に虫が湧いてて、うわ、思い出しても鳥肌が立つ。お前にあの恐怖がわかるか？想像はできる。気持ち悪いね。それは災難だったね。ちょっとそんな話を聞いちゃうと私でもクッキーが苦手になっちゃいそう。でもな、俺テレビや雑誌で洋食派ってことにしてるから、差し入れもチョコやクッキーとかが多いんだ。結構困る。そうなんだ。じゃあクッキーは私が食べてあげようか。久世くんもプリンですっかりご機嫌が治ったみたい。スプーンを振り回すようにしながらおしゃべりを続ける。それはどうしてるの？まさか捨てちゃってるとか？母さんや泉に全部やる。ああ、そうなんだ。今度は私にもくれるといいなって思ったのは秘密。ああ、俺が本当は和食が好きって他のやつに言うなよ。イメージ戦略とかあるんだからな。わかったよ。言わないよ。お前にだけ話したんだぞ。二人だけの秘密だからな。やった、二人だけの秘密だ。うん。久世くんって実は結構天然。私がデートみたいとか言うとすごく照れておかしくなるのに、自分からは二人だけの秘密とか言ってくるし、これじゃあ私も意識しちゃうよ。じゃあ持ち帰る分移し替えるね。お前まだ全然食ってないじゃないか。後で食べる。なんか久世くんが食べてる姿を見てたらお腹いっぱいになっちゃった。すごく美味しそうに食べるから。でもお前だって占い師の卵だろ。占いだって体が資本なんだからな。分かってるのか？分かってる。久世くん、占いって言葉が出ると急に本気の顔になるんだよね。いつも十分に食べてるから平気。体力には自信あるんだからね。ならいいけどよ。持ち帰り用に詰め込んだ筑前煮を渡してあげると、久世くんは嬉しそうに頬を緩めた。本当に好きなんだな。てか、あまねくん遅くない？ありがとな。俺一人で食べる。絶対泉にはやらない。そうなの？久世くんのこういうところは可愛いかも。さくらのことで俺に手伝いそうなことがあったら何でも言えよ。うん、ありがとう。うん、ありがとう。同じこと言っちゃった。もう学校じゃ意地悪ばっかり言って突っかかってきたくせに急にこの態度。
でも不思議と憎めないキャラなんだよね、クゼ君って。引き止めて遅くしちゃってごめんね。帰り気をつけてね。あと、その、何？ん？またよかったら食べに来てよ。いや、ほら、さっきも楽しかったし、せっかくご近所に住んでるんだし。勉強を見てもらって走る点以上取れれば、クゼ君とはまたご飯を一緒にできるんだけどね。だからお弁当だって。テストで80点って、私の成績じゃかなり頑張らなきゃ。私も作ったもの美味しいって食べてもらえるのすごく嬉しいし。ああ、来てやってもいいぞ。やった。絶対そう言うと思った。思ってた通りの反応を返してくれるクゼ君がなんだか嬉しかった。 なんだよ、お前に会いに来るんじゃないんだからな。飯を食べに来るんだからな。ああ、わかったよ。そっちの意味じゃなくて、来てやるって言い方すると思ってたってこと。俺は他はサバの味噌煮やおでんなんかが好きだからな。わかった、今度作るね。すごいリクエストの仕方。でもクゼ君らしくてつい笑えちゃう。じゃあ次に作った時に教えるよ。じゃあな。うん、またね。うん、おやすみなさい。クゼ君は軽く手を振って歩いていった。クゼ君と一緒に夕食なんて予想外の出来事だったけど楽しかったな。話していてなんだかリズムが合う感じ。ポンポン言い合いしているのがなんだか楽しくて、次はどんな可愛くないこと言ってくるのかなって思って面白かったり、クゼ君の一挙一動にドキドキワクワクしてる自分がいるんだよね。なんだかこういうのも楽しいな。わざわざノートを届けに来てくれてありがとうね。遠ざかったクゼ君には絶対に聞こえない小さな声で私はこっそりとつぶやいた。12月11日、今日はグループ学習でのレポート資料をまとめるために班のみんなで調べ物に来ていた。ここに？レポートの課題は、星農家の歴史、読み方合ってるのかな？資料館の人や星農家に昔から住んでるお年寄りにも話を聞かせてもらえたし、これでレポートはバッチリよね。うん。ついでにちょっとお茶していこうよということになって、私たちはグループ全員でカフェに寄ることにした。あ、そうだったんだ。星農家の歴史といえば、ねえ聞いた？やっぱあそこ出るんだってよ。どこ？え、あそこって町外れにある廃屋のことだよね。浮かばれない霊がいるってずっと噂にはなってたけど。そうなんだ。そうそう。でね、とうとう取り壊し工事を始めようとしたんだけど、それに関わった人たちが全員入院しちゃったんだって。それは怖いね。それってやっぱりたたり？真相を確かめようと隣のクラスの男子が夜中に入ってみたらしいけど、一番奥の部屋に恐ろしい悪霊がいたってよ。それ本当？やだー、すごーい。すごいのかな。キャーキャーとはしゃぐ声が響く。ちょっと静かに。そんな楽しい話題じゃないと思うんだけど、当人たちはすっごく盛り上がっちゃってる。みんなこういうの好きだよね。何がすごいんだか、冬だというのにこの手の話題にはこと欠かないわね。そうだね。やっぱりんちゃんもいたか。うん、やだな。私、暗いところとか苦手なんだよね。あんまり聞きたくないな。ねえねえ、私たちにも霊が見えるかな？一体何人いるの？どうだろう。私霊感ないからな。あ、そうだ。ねえ、黒宮さん。はい。あ、私も霊感ないですよ。え、ギク。なんだか嫌な感じ。女の子たちは興味津々って顔で
私の方へ視線を向ける。有名な桜の娘の黒宮さんなら霊も見えるんじゃないの？ねえ、やっぱりお母さんもバリバリに霊が見える人？いや、そんなことないよ。そんなの私も母さんも見えないよ。見えたとしても見たくもないよ。確かに。だって霊感占いって言うじゃない。占い師の家系なら見えなきゃおかしいよ。いや、そんなことないと思うけど。あなたたち、いい加減にしなさいよ。凛ちゃんが注意してくれるけど、彼女たちは全く聞き目を持たない。こら、黒宮さんのお母さん、テレビにも出てる有名な占い師だけどさ、霊感ないならインチキってこと？失礼な。だよね。占いなんてあれがダメ、これがいいって思いつきで適当なこと言ってりゃいいんだもんね。インチキくさい。もう帰ろ、凛ちゃん帰ろ。何よそれ、そんなことないもん。私が占い師として未熟なことは認めるけど、母さんをインチキオーバーにするなんて許せないよ。だってあれだけカリスマ美人占い師って騒がれてるのに、母娘揃って霊も見えないなんてね。うざいんだけども。わかった、霊が見えればいいんだよね。何する気？行くの？ちょっと、私が霊を見てくれば母さんの占いをインチキだなんて言わないって約束してよね。腹が立つ、もうすっごく腹が立つ。何がインチキよ、何が思いつきで適当なことよ。私は母さんがどれだけ努力してるのか知ってる。私の見らない修行なんかとは比べ物にならないくらい毎日一生懸命修行してるんだよ。人を占うってことがどれだけ大変なことか。大変だけどどれだけ素敵なことか。それを思いつきで適当なことだなんて絶対に言わせないんだから。本当？じゃあ携帯で写真撮ってきてよ。霊感ある人が撮れば絶対映るはずだもんね。いやー、それどこ情報？早速今夜行ってきてね、約束だよ。あ、一人で行かないと霊が逃げちゃうって隣のクラスの子が言ってたからね。それ本当？わかった、今夜廃墟に行って写真撮ってくる。一人で行けばいいのね。やめなさい。大丈夫だよ。凛ちゃんが青ざめて私を止める。私の腕を引っ張ってじっと真剣な目で私を見てる。なんでこんな心配そうな顔をしてるんだろう。でももう後には引けないよ。そうだね。これは私の名誉でも母さんの名誉でもあるんだから。私はつい強引に凛ちゃんの掴んだ手を振りほどいた。ちょっと。凛ちゃんはハッとして手を引っ込めると、なんだかイライラした顔をして私を挑発した女子たちを睨んでる。変な凛ちゃん。おい、何の騒ぎだ。こんなところで喧嘩なんてみっともない。久世くん。あ、久世くん、偶然ね。さっきの話聞かれちゃったかな。別に、ここで雑誌の取材を受けていただけだ。それよりお前たち今聞いてたかな。じゃあ黒宮さん、約束だからね。あ、逃げたな。私たちの分お金ここ置いとくね。じゃ、逃げたよ。彼女たちは久世くんの姿を見るとさっと逃げ出した。久世くんには何も言わないんだ。なんだありゃ。おい、それよりどういうことだ。廃屋がどうとか聞こえたが。なんでもないよ。そうなのよ、この子ったら今夜一人で町外れの廃屋に行くって言って、あなたからも止めてちょうだい。ちょっと凛ちゃん。はあ、なんで俺が。っていうか一体何がどうなってんだよ。これこれしかじかでカクカクうまうまっていうことなの。だから霊が。止めても無駄だよ、私絶対に行くんだから。そうよ、たかが霊ごときで占いを否定されて
たまるもんですか。私は凛ちゃんの説明を遮って席を立った、はあ、完全に頭に血が上っちゃってる。ダメね、こうなったら絶対聞かないわ。うん、久世君、あ、もしかして行くのかな。